していってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。姉に言われるがままに特訓をしていたら、とんでもない強さになっていた弟、おねしょた漫画。この手のナロー系の漫画のテンプレだと、ガチで年上の姉的なキャラたちが主人公のショタに、ガチで理不尽な振る舞いをする漫画が多く、この手のおねしょたが好きな漫画の作家って、年上の女から理不尽な振る舞いを受けるのが好きなのか、たまげたなーって漫画が多いのだが、この漫画の姉はよくあるテンプレ漫画のような理不尽なことはしないというか、パワーレベリングを騙して手伝ってって感じの過保護なので、読んでて姉のキャラクターにイラッとすることはない。内容は、世界一の能力者である姉にパワーレベリングされたために、クソ強になった主人公が、ハーレムを拡張しつつ、姉の仲間も、全員疑似ハーレムに拡張するという感じのよくあるやつ。漫画としては、女性向けおねしょた漫画というよりも男性目線でのおねしょた漫画なので、作画や衣装デザインも含めて姉好きがたしなむ漫画なんじゃないかな？爆乳たちに追放されたが戻れと言われても、もうち、戻りましゅう。タイトル通りのまんまな、漫画だし、タイトルに期待して買った人間たちに対してしっかり真面目にタイトル回収する誠実な漫画。内容は、サオ役のチート主人公はおっぱいたちとカマセイヌの男とパーリーを組んでいたが、カマセイヌがハーレムパーリーを作りたいという理由から、主人公を追放。その後はチートを失った勇者パーリーは評価がガタ落ちし、テコ入れで入ったおっぱいが、頑張ってカマセイヌのリーダーを追放して、主人公のところにおっぱい3人が戻って色仕掛けでよりを戻そうとするって感じの漫画。はじめの追放シーンで、どうしておっぱいたちは主人公の追放に賛成したんですか？というのは、そうしないとテンプレを回収できないからっていう雑なやつ。というのは主に男性向けの実用書で、どうして器量と気立ての良いヒロインがハンカチを拾ってくれたから、器量と気立ての悪いモブ顔の主人公のことを好きになるんですか？って細けいところはいいんだよってなるじゃん。この漫画はほぼ実用書だから、脅されていたから追放に OK しました、とかはまあ、どうでもいいというか、みんなに見られている方がはかどるみたいな感じなんじゃないかな？まあ、そんな感じで、実用目的の漫画なんじゃないかな？って感じの漫画。もしもチート小説の主人公がうっかり人を殺したら、タイトルが面白そうな作品。内容は完全防御魔法を持っているイキリの小市民が主人公。こいつが、無能だということで勇者パーリーから放逐された後に、チート能力に気づいて、せっかくクズの主人公を拾ってくれた職場を追い立ち。とかで自己都合で退社して、で、幼馴染みの偶然の女を主人公が無能なせいでぶっ殺してしまい、幼馴染みがやりたかったモンスターを一人残らず駆逐するっていう目的を達成するために食材の旅を始めるんじゃないかなって感じの漫画。漫画としては、ナロー系らしく、いろいろな人間が決して商用化されないであろう作品を量産することで、その中から、決して商用化されないであろうが、極めて面白い作品、例えば幼女戦記などが生まれるんだろうなって感じであり、これがナロー系の素晴らしさなのだと思うということを感じさせてくれる作品。この文面からおまんじゅうがこの漫画をどう思っているのかを伝えているので。で、この漫画って、まず、主人公が前世持ちの現代人じゃないのに、チートとか隠しスキルとかやたら現代人っぽいことを言う部分がナロー系クオリティしててべね。次に主人公はヘタレのイキリ、性格もクズっていう、一切読者におもねない、作家がこういう感じのことやりたいんだろうなって感じが前面に出ている部分がべねであり、ちっとも主人公の境遇に共感できないし、ただただ、イキリの間抜けが、将来世界的英雄になりうる因子を積むという戦犯行為を見せられてただただ、この漫画何がしたいの？という気持ちにさせてくれる部分がモルトベイね。この漫画は主人公が追放されるテンプレから入るんだけど、この追放に至る過程が極めて真っ当な理由で、読者からしても、無能のイキリの主人公なんかさっさと追放しちまえよって感じになるので、というのは、勇者ご一行の帰り道ってクソウルトラハイパー超絶プラスイイヨコイヨ8点満点のクソ激烈に面白い短編漫画があるんだけど、フリーで読めるからぜひ読んでほしいのぜ。星5の中星5の評価の作品なのぜ。ガチでもんげー面白い、震えが止まらない名作なのぜ。この漫画って、一生懸命ありとあらゆる努力をした奴らが、それでもダメだったから読者は共感するんだと思うんだよね。だけど、この主人公は、たまたまチートに気づいて生きり倒してるって感じの何一つ努力していないクズで、しかも英雄の卵をぶっ殺すっていう戦犯を指定期間が終わるんだけど、
本当にひたすら、作家の自己満足を見せられる感じの拷問な感じが素敵な作品。ちなみになんだけど、おまんじゅうが思うつまらない作品というのは、つまらないってネガティブな感情を揺り動かしてくれる分、面白いのぜ。ポジティブにしろ、ネガティブにしろ、感情を揺り動かされる作品というのは才能がある作品だと思います。どの漫画も漫画が面白いか面白くないかは読み手が決めればいいのぜ。赤髪は脱出できない。ゲーム実況グループみたいな奴らが呪いのゲームみたいなのの噂を聞きつけてみんなで呪いのゲーム実況してみようぜ、みたいなノリからスタートする。ソードアートオンラインよろしくデスゲームが始まるという感じの漫画。ゲームリスペクトな感じとして、ステージ1が僕の夏休みだったりと各ステージ、リスペクトが入っているし、なんでこんなデスゲーム作ったの？のオチもしっかり入ってる感じで悪くはない。が、何か読者を引きつける何かが足りないという感じでステージがあっさりしすぎているし、ステージ1のホラーな感じが一番面白かったが、それ以降はそのステージが存在する意味が薄いというか、3巻でまとめる感じの品質の漫画かなという感じ。独断と偏見なのぜ。いや、ステージ1がとてもワクテカする内容と演出だったし、ぶっちゃけステージ1とかにしないで、ホラーな僕のの夏休みなゲームの世界で少しずつ仲間と合流したり助け合いながら、だんだん世界が都市伝説っぽい暗黒に染まっていく中、規約を駆使して脱出するってシナリオの方が面白かったかなって思う。ノリ的には時間停止勇者と似た感じなのだが、何がこうも差がついてしまうのか考える作品であり、というのは各ステージに存在するギミックが全く思考を凝らしていないというか、達成率 1% のデスゲームを始めるよみたいな感じのノリでスタートするのに、そのゲームをサクッと大体のプレイヤーがクリアするって感じの、そこ、この漫画のメインシナリオじゃないんですって感じの雑な扱いの部分なんじゃないかなと思う。なんていうか、何をこの漫画は読者に見せたいのかって部分が明確じゃないのぜ。で、タイトルが脱出できないだから、この漫画を読む読者は脱出ゲームなシナリオをたしなみたくて読むんじゃないかなって思うのぜ。だけど中身は、脱出ものじゃなくて、スタートアップにおける社員たちの地上のもつれみたいなヒルドラ漫画だから、思ってたのと違う、ってなるんじゃないかなって思ったのぜ。そんな感じの漫画、ダンジョンファーム家を追い出されたので、ダンジョンに農場を作って暮らそうと思います。内容はルーンファクトリーの世界に転生したことに気づいた貴族の男が主人公。こいつがスキルガシャイベントでテンプレ通り大当たりを引いたことでめでたく放築。そっからゲームの知識を活かして隠しダンジョンを見つけて、メインキョロインを仲間にして農家を始めるという漫画。雑でくっそ面白いなこの漫画と思える部分は、家具を揃えるシーンで急に背景から商品の品質までまんま IKEA が現れる部分で、それ以外は木造のよくあるファンタジー設定の世界観なだけに雑すぎてクソ笑える。そのシーンだけ2000年のイケアに買い物に来た客って感じになるのぜ。で、買った商品を人力のリアカーで運ぶとか、車で配達してもらえよってツッコミを入れたくなる、めちゃくちゃ雑で面白い漫画。だってイケアだろなのぜ。内容はテンプレを踏襲した感じのテンプレナロー系漫画。片白ミサオの花嫁主要。シナリオは初恋をこじらせた童貞のおじさんが主人公。こいつのところに謎の初恋相手に擬態したセクサロイドが現れて、ここからこいつらを中心にこじらせモラトリアムを始めるという漫画。この漫画すげーなという部分は、ヒロイン候補全員が割と打算で行動する部分であり、謎の生命体のようなアンドロイドは、寄生先のモニターの寵愛を得られなければ、廃棄されるという理由から、打算でこびる感じだし、主人公の初恋の相手だった奴はかなり落ちぶれており、ヒロインとしての魅力的な要素がほぼゼロだし、メジャーなラブコメとは一線を画す、作家の歪んだフェチズムというかこじらせを感じられてベネな作品。まあ、ただ、主人公は今は落ちぶれてしまった生身の初恋の相手と同行するんじゃなくて、主人公の理想が体現された存在しない初恋の相手であるセクサロイドを選ぶって部分はいい選択だと思う。というのは、おまんじゅうが好きなゲームのシーンで、開けろ、デトロイト死刑だってゲームがあるんだけど、このゲームのシーンで、セクサロイドは、わがまま言わないし、文句の一つも言わない。それでいて購入者に従順なんだから、誰も人間の女になんか興味を持たなくなるよな、ってシーンが出てきて、すごくいい名言なのぜ。ちなみに、最後の人間の女って部分は男に変えてもいいです。性別を問わずって意味で、単純にセクサロイドが人間の上位互換だから下位互換の人間なんか、購入しないだろって意味なのぜ。まあ、この漫画に出てくるセクサロイドたちは割と人間チックというか、成分のために保身に走りまくるって部分がテンプレ SF っぽくなって新鮮って感じです。中ボス令嬢は、退場後の人生を謳歌する、ものすっぽい中途半端に、全部投げ合って、俺たちの戦いはこれからだ、する漫画。
漫画として、初期設定だったり、前半のシナリオが面白いと思ったので、これはいただけない。内容は、事故って片足を失ってしまった中ボス令嬢に転生したバリキャリの女が主人公。この主人公はとにかく明るい、前向きというメンタル魔人であり、足を失ったぐらいでメソメソすんな、このアマちゃんが、って感じでガンガンフラグをぶっ壊すというシナリオ？面白いのは、乙女ゲーだとアナウンスする中立キャラを配置するとか、魔法学園を舞台にした、大きな伏線のようなものを出しているのにそれは3巻で収まらないとか、まあそんな理由から回収しないとか、モヤモヤする。なんやかんや面白そうなシナリオだったからモヤモヤするのぜ。クソみたいなシナリオだったらもやついたりしないのぜ。というのは、足を失ったくらいでメソついている魔毛鬼のアマちゃんの転生、体にカツを入れて歩けるようにガンガンレベリングを始めるとか、敵対する、いやいや婚約者になったやつとは戦うとか、前半はとても面白いし、その過程で人間族のクズエピソードとか出てきて、すっごく面白そうな展開になりそうなのに、3巻でほとんど一切、おまんじゅうが知りたかった裏設定というか設定中な部分は回収せずに、うんこのうって感じの着地点で終了するっていう、そこじゃなくて伏線を回収する部分にページを割いてくれよって感じの漫画。副会長の幽霊族の転生体っぽいやつが人間どもの社会をめちゃくちゃにするってシナリオが見たかったのぜ。あと結局、主人公に敵対する前世持ちの奴らも社会的にざまあしないしね。本当に3巻がおまんじゅう的に全く欲しくない。3巻でおまんじゅうの惑星化がすんってなる悲しい漫画。